春休みマイキューに会うにはどうしたらいいですか？春休みっていつだ？4月とか3月とかあれだよね。人によって違うよね、その学生によって。でも春先にも多分会えるものがあると思うので、公演とかは定期的にあるし、今日公演発表されてたよ。2月公演出ます。2月の11ん12だっけ、あれ、あの花だれ公演発表されてましたね。あとあれいつだ、2月の12か、四国もある、11かな。そうそう、ありがとう。ちょっとね、生誕祭がね続いてますね。生誕祭続きで、土日です。11、12土日で公演があります。なんで土日、基本土日お話し会か公演って感じですよね。遠征しやすい、土日休みの人が多いのかな。チャットリかける四国、なんか11の方はチャットリかける四国公演と四国単独のまひなさん生誕祭があります。決まります。そうなんです、ぜひ見に来てください。そう、なんか対バン方式ちょっと復活した。一時期なかったんだけどね。尊い、ありがとうございます。そうよ、服、今日こんな服ずっとパッキングしとった。パッキング得意じゃない、本当にやだしかもなんか洋服を持っていきたくなすぎて、なんか毎日同じ服でいいから毎日洗濯してきたい。なんか洋服を持っていきたくないんやね、荷物を増やしたくなくってさ。神、ありがとう。終わってない、終わっておりません。冬かさばる、なんか夏5泊ぐらい入るやつでも冬は3泊ぐらいしか入らん。冬は分厚いです、服は。鼻声、嘘、美声ですよ。おー、ほら美声っしょ。中村舞でーす、こんにちは。ワンピース一着だけで、あー、ワンピースねー、いいんですけどね、こうリハーサルがある日とかだったらやっぱりなんかパンツじゃないとね、パンツスタイルじゃないとね、なんか落ち着かんのんですねそうなんやね。そう、動きやすい格好に。今日はガチすっぴんで、ね、なんかすっごい聞かれる、ガチすっぴんですかみたいな。そうですけど、クマやばいかな、
伸ばしとくわ。べえ。キラキラ、ありがとうございます。幼く見える。なんかね、そうなんよね、メイクしてないとそうなる。そうなんや。あ、髪かわいい、ありがとう。22歳に見える。23歳です。あと何ヶ月かで24歳です。いやね、信じられんね、自分がね、もう二十歳過ぎてることに。いつの間に二十歳過ぎてたんだ、びっくり。いつの間にか成人だ。気持ちは10代、うん。気持ちは何歳やろ。ありがとう。気持ちはもう生まれたて、まだ首が座ってないくらい。泣くのが仕事です。中村舞です。首がそう、最近首が座りません。そうなんですよ、助けてください。よく泣く。あ、でも最近いつも涙が出る。やっぱ赤ちゃんなんかな、赤ちゃんになってきたわ。そうそうそう、クミとハートありがとう。涙腺弱くなった？涙腺はもともと弱い。なんか、涙の出る穴が人よりもいっぱいある。なんか穴開いてますよね、涙出るところ。多分6個ある。あ、6個嘘、6個 ?6 穴。いっぱい、え、そうだよ。てかみんな知ってた？ここにも穴あるの知ってた？ここあるよ、鏡で見てみてください。ここに涙の穴あるから。ここここここ。え、あったっけそんなに？あったはずなんだけど。この上のとこにもあるんだ、確か。もらい泣きする？うん、せん。
もらい泣きはあんません。分からん、その時によるわ。でもあんまりせん。そのもらい泣きする内容が結構共感できたらそれもらい泣きやわ。でもなんかあんまりせんかも。もらい泣き、あんま泣いとる人に出会わんわ。うん、出会うかな、そんなに。神ありがとう。冷たい。でもね、なんか私あんまり自分では自覚ないんですけど、お姉ちゃんからよく、まああんたって冷めとるよなって言われることがいっぱいあって、でもそれ割と結構なんだろう、中学生、なんか割と結構ね、学生の頃からすごい言われてて、冷めてるよねみたいな、そんなことないんだけどなって思うんですけどね。自分では思わないけどさ、そう見られてんのかな。落ち着いてる？あ、いい言い方だ。ドラマ見て泣く？あんまり泣かんかもしれん。なんか泣いたら負けって思う。なんか泣いたら負けだって思いながら頑張って見とんかもしれん。でも私人生で初めて泣いた映画は E.T. です。なんか E.T. を見て泣きましたね。 E.T. めっちゃ感動するんや。なんかね、人の前で感動、映画とかに感動して泣きたくないかも。一人だったら全然泣けるわ。なんかそういうの分からん。ありがとう。でも最近はあんまりなんか映画とかすら見てないかも。ちょっと、クマ？クマっていうかサイリウムか、ペンライト、ありがとう。なんか嬉しいことで泣きたいな。ね、嬉しいことで泣けたらいいね。キラキラありがとう。ね、嬉し泣きってあんま起こらない現象だもんね。泣いてみますか？ウィーン。ウィーン。ウィーン。でもね、私あれでワールドカップ泣きそうになったわ。なんか勇気もらった、感動もらった、すごい。なんだろう、ワールドカップでなんかあんまりサッカーとか見たことなかったんですけど、なんか人の頑張る姿を見てめちゃめちゃなんか、力をすごいもらいましたね。
感じた植物で泣いたのはあれは嬉しいじゃないな、あれは嬉しい涙ではないかも。何の涙かって言われたら難しい。あの歌詞めっちゃ泣けるんよ。大丈夫って強がりを言ったけれど、そう言い20% になってた止まってた配信が。そう言わなきゃ溢れそうだった涙、コスモスの花が咲くその頃には空の止まってたよって言われた本当ありがとう、本当ありがとう。太陽が急ぎ足で沈んでしまうよ、思い出を振り返る時間もなく、風に揺れながら何を思うのか、なんでそんな首、こうやってやるんよ、じゃんじゃん。これペア目線、ペア一緒にやっとる人目線です。披露する目線じゃなくて、何ですか、一緒にやってる想定の ふうさん思い出す、わかるね、わかるわ、ふうさん、なんかふうさんポジできて嬉しい、めっちゃ。ハートとペンライト、ありがとう。地補給、地補給でもしたいけど、でもふうさんの単日植物のペアは、千穂ちゃんの単植物のペアはなんか風さんな感じがして、なんかなんか私でいいんかいなーって気持ちになりますね。ちょっとでもやりたい気持ちある。じゃあプライベートでやってもらったらいいかなプライベートでしましょうよ。いや、やっぱりね、なんかやっぱその曲にのそのポジションとかやっている人とか、なんかいろんな思いがね詰まってるからね、やっぱりなんか生半可な気持ちでやるとあれですよ。
なんかだからなんかその思いをちゃんとこう背負ってやりたいもんです。なんかもしいつか私のポジションをいろんななんか楽曲の誰かやるときにその時の私の気持ちを背負ってやってくれる人がいっぱいいたらいいなって思いますそう、その時やっぱポジションもらえるってすごい嬉しいことですからね。どんなポジションでも嬉しい。あ、やばい、男女呼ばんと。はやりんごさん、まさきさん、まささん、きなぺこさん、福太郎さん、やまちゃんさん、東京のスワンさん、いも太郎さん、くまねパパさん、まゆたみさん、中山フェスタさん、トールさん、瀬戸内勉強中さん、ありがとうございます。コンタクトが乾燥してきた。わー、おやすみなさい皆様。おやすみなさい。もう終わる？ね、もう終わりますか？あと何秒？お疲れ様、ありがとうございます。おやすみ。おやすみ。また明日。もう終わるやんけ。うわぁ。おやすみ。またね。終わるやんけ。Yeah.